皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回は特別ゲストの先生が来てくださってます。藤原新之助と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。藤原先生は最近本を出版されたんですよね。そうですね、KADOKAWAで藤原新之助のゼロから始める情報1という本を出版させていただいてですね、 Amazon で情報化のランキング1位ということになっております。情報って高校2年生の子たちが次受験生の時に、共通テストに加わってきたり不安に思ってる人がめちゃめちゃ多いと思うんですよ。そんな中で早い段階で参考書をボーンと出されて、しかも一番詳しくないですか、情報の参考書の中で。そうですね、ページ数的にも分厚い320ページ以上あるっていう分量なのと、あとは本当に初学者向けの本として出されているので、完全に初めて勉強する人でも理解できるという形で、プログラミングが苦手とか、ネットワークの仕組み全然わからないとか、プロトコルって何なのとかっていう生徒でもある程度わかるように作っていますので、おすすめな本になります。情報の中でも一番有名な先生なのかなとツイッターいろいろ拝見して思って声をかけさせていただいて、ぜひちょっと情報の話とかも、聞けたらなと思ってるので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。藤原先生は東進の先生でもあるんですよね。出ちゃって大丈夫ですか、武田塾チャンネル。そうですね、あくまで今回はKADOKAWAの本を宣伝するというのがまず一つと、東進の公式の発表ではないということで、あくまで個人の意見ということで、ある程度ギリギリまで話してという形で組み込んでくださるんですね。藤原先生がね、体を張って受験生のみんなに情報についてね、話してくださるみたいなので、その辺もねちょっと聞いていきたいなと思います。じゃあまず科目の概要とか教えていただいてもいいですか。情報っていう科目は、まず1つ目が情報社会、2つ目が情報デザインで、3つ目がプログラミング、そして4つ目がネットワークっていう、この4つの単元からなっていて、この4つの中で毛色が違うのが、プログラミングの問題が数学っぽいとか物理っぽいとかって言われがちなんですよね。一方で情報社会と情報デザイン、ネットワークっていうのは比較的知識が問われることが多い、どちらかというと社会系の現代社会とかそちらの傾向にある出題っていうことは一般的には言われますね。理解してちゃんと重要な用語とか覚えて3つの分野は解けるぞと。でその辺はこの参考書でもバッチリ対策できるということですね。大体は対策はできます。ただし情報っていう科目の性質上、私はよく情報っていう科目は数学とか歴史とかではなくて生物に近いって私はよく言うことがあって、いろんな出版社の人とも会議するときに言うんですけど、生物って日進月歩で新しい研究があって実験考察問題があると思うんですけど、情報も同じように新しい通信の技術であるとか暗号の技術であるとか、最近だったら量子コンピューターであるとか生成 AI であるとかっていうような新しい技術っていうのが毎年必ず出てくるので、新しいテーマをもし出されて、そこから話が発展して教科書の知識につなげていくような出題っていうのがもし出た場合は、出版っていうので対応するのは限界があるところもあるので、本やれば全部できるよっていうことはそこまでは言えないですが、ただ一般的なところはもうほとんど学べるっていうふうに思っていただければなと。入試の科目の性質上、やっぱり初見である程度考えさせる力も必要だよと。基本レベルよりも上のところっていうのはいろいろと自分で試行錯誤も必要だし、予想問題とかもできれば作って対応していきたいなっていうところではあるんですが、模擬試験とかある予備校もあると思うので、これ頑張るとかっていうのも一つの選択肢かなとは思いますね。対策にどれぐらい期間いるのみたいな質問とかもあったりして、初めての科目なのでどれぐらいの対策の期間が必要なのかとか、藤原先生的には何かありますか？何%取りたいかにも全然よるんですけど、途中まではやっぱり取りやすいですね。どんな問題が実際出題されるかまだ固まってないので、60% ぐらい取るんだったら教科書プラスこの参考書で大丈夫かなっていうのはあるんですよ。ただ 70% とか 80% 固くしたいという時は、細かい知識をある程度深掘りして知っておく必要があって、パリティビットって何ですかって聞かれて、パリティビットとは何かって答えられる高校2年生3年生が一体どれぐらいいるのかっていうと、そんなこと知らないよって基本思うと思うんですよね。こういう細かいところをちゃんと深掘りするっていうことまで考えると、結構勉強量が必要だよねって。受験生からすると情報とかって結構後回しにされがち、共通テストのみだし、二次試験で大事な英語数学とかね、理科社会とか必要な子は主要教科の勉強頑張りたいと思うんですよ。軽く勉強して進む科目ではないって感じですか？そうですね、途中までは1ヶ月集中して教科書読み込んで、これも読み込んで、あとは予想問題がもしあればやって、はい、試作問題の昔の過去問とかもやって、はいはい、60% ちょっととか、運良ければ 70% とか、読解力高い子は 80% とか狙えるかもしれないなって私は見てて思います。1ヶ月集中すれば最低限このぐらいは狙えなくはないぞと。ただ高得点安定させるのが難しかったり、読解力低い子が初見問題に対応するのが結構大変です。そうですね、高得点狙うのは非常に難しい科目だって個人的には思っていますね。キリがないので奥深いですね。逆に簡単な知識問題ばっかりにするとみんな 90% とか取れちゃうので、得点差をどういうふうにつけていくかって考えた時に、細かい知識について問う、あとは文章を長くするとか、そういう傾向になっていってしまうので、それこそ9割余裕でしょとかっていうことは私は口が裂けても言えないなっていうのはありますね。やっぱ情報のプロならではの目線ですね。あとさっきプログラミングのところが他の分野と違うよみたいな、数学っぽかったり物理っぽかったりするよみたいな話もありましたけど、武田塾の塾生からも質問をもらってて、共通テストでプログラミングコードに関する問題が出そうだが学校の授業をしっかりやってれば大丈夫なのかとか、プログラミングはどんな感じで問題が出るのかとかね、質問としてあったんですけど、これは私学校の先生とも結構話をする機会があるんですけど、はい、もう学校の先生たちは困ってますね。学校の授業でプログラミングが得意な先生は学校の授業でプログラミングばっかりをやっちゃったりしてたりとか、プログラミングってあくまで情報1っていう科目の中で4つ単元がある中の1つがプログラミングっていうだけなので 30% ぐらいなんですよ。プログラミングばっかりやっちゃっていて、さらに問題なのが大学入試で使われる言語とは違う言語でプログラミングを授業してるわけです。ただこれにはもうちょっと話さなきゃいけないのが、共通テストの方が特殊な言語を使っていて、共通テストは DNCL っていう大学入試センターランゲージっていうのがあるんですよ。この疑似言語って言われる特殊な言語がテストに出るわけですが、それって一般的なエンジニアとか一般的なプログラミングの界隈で使われることはないんですよ。新しく作られた謎の言語、例えば Python とか JavaScript っていうのが教科書に載っていたりして、学校ではいい授業やってるんだけど Python で教えてる学校と JavaScript で教えてる学校と、あるいは他の言語で教えてる学校とでばらつきが生じてしまうので、ばらつきが生じてしまった結果、じゃあ大学入試でどれを出そうかっていうことを決めかねるわけですよ。なので全国一律で大学入試の共通テストをするんだったら、Python に似てる言語とか JavaScript にそっくりな言語をそのまま出すと不利になってしまったりするわけですよね。ということを避けるために、あろうことか新しい言語を作って大学入試共通テストの DNCL っていう新しい疑似言語をテストに出してるので、ということは、はい、Python やってりゃいいってわけでもないし、JavaScript やってればいいっていうわけでもないのかなって私は勝手に思ってますね。受験生が入試をどう突破していくかみたいなことを考えたら複雑なところですね。そうですね、複雑な気持ちではありますけど、これが一番いい落としどころなのかなっていう気持ちもありつつ、一方でやっぱりプログラミングに詳しいエンジニアの界隈とかは結構批評していて、 DNCL っていう聞いたこともない言語をわざわざ勉強させるのはどうなんだみたいな、結構批判的な意見として来てるんですよ。難しいところだなと思いながら、私が生徒から聞かれた時に答えるのは Python やってれば何も勉強しなくていいというわけではないよっていうことはいつも言っていて、何かしらの予想問題はやった方がいいかなと。今後もしかしたらそこにあまりに非難の声が多ければ、数年後考えた時に入試も変わってくるかもしれないし、いろいろありそうですね。ちなみにプログラミングを突破する上で勉強のコツとかあるんですか？プログラミングはやっぱり自分で入力して自分でこの出力を確認するっていう、この入力と出力を自分でやって試行錯誤して、こうやったらエラーが出て、こうやったらうまくいくんだなっていうことを試行錯誤するのが一番本当はいいと思うんですよね。今回出版したこちらの本は Google のサイトを用いて自分で仮想的にコードを入力して出力の結果を見ることができるっていう作りになってるんですよ。そういうサイトとも関連づいてるってことですか？そうですね。最強じゃないですか。今回は Python っていう言語で書いてて、でこの Python っていう言語を Google の特定のサイトに入力すると、はい、その通りの出力が得られるっていうことを自分で試行錯誤してみることができるっていう作りにしているので、自分で何回かやってみて、はいはい、こうやったらうまくいって、こうやったらうまくいかなくて、こういうとこにコンピューターの得意な操作があるんだなっていうことを感じてもらって、はい、プログラミングで何ができるかなとかっていうことを自分で考えられるようになってもらえたらなと。サイトにまずアクセスして実際参考書の作業通通りやってみてちゃんとうまくいったとか、そうですね、あ、違うからどこが違ってるのかなとか、参考書とウェブサイトを連動させて学習できるみたいな、画期的ですね。参考書の弱点をカバーしたというか、本当に初学者向けなので、はいはい、初めてプログラミングに触れる人っていうのが何かしらの出力を感じて本当に動くんだなっていうことを感じることができれば面白いなって思ってくれる人もいるかなと。参考書の限界を超えたみたいな感じですね。そしたらプログラミング不安な人もこの参考書読んで、でこの操作通り実際やってみて勉強していくとかもできそうですね。じゃあそのプログラミング分野もそうやって自分でやってみるってことがまず大事だよということですね。あとなんか情報の科目について受験生の人になんか伝えたいこととかありますか？そうですね、情報っていう科目を甘く考えすぎてる人っていうのも世の中たくさんいると思うんですよ。1回目の試験は簡単になりがちだと思うので、比較的最初の試験はどちらかというと対策しやすいのかなと、基本的な知識が出やすい傾向にあるのかなとは思いますが、それも断定はできないですし、はい、何回も言う通り知識が広いんですよね。特にネットワークの単元はもう日進月歩なんですよ。なので油断しないように学習していただければと思います。藤原先生もまだまだこう参考書を出される予定があるっていうふうにちらっと聞きましたけど。そうですね、5冊、新しく5冊ほどですね、はい、今執筆をしておりましてですね、全部情報の、そうですね、情報の問題集であるとか中級レベルの参考書であったりとか、いろんな参考書をこれから作っていけたらなと思いますので、それこそ共通テストの実際の問題がまた出たら予想問題とかいうのをまた作っていったりとかっていうのをやっていきたいなと思っています。情報という科目の情報がまだ出てなくて不安な人多いと思うので、定期的に藤原先生来てもらって情報のことを教えてほしいなと思います。藤原先生、今回はありがとうございました。ありがとうございました。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。